沖縄アクターズスクールのパフォーマンスが花を添えて開かれたリープデイ。学生だけではなく世界で活躍する人々も招いて今月開かれました。会場では美味しい料理も提供され、多くの人でにぎわいました。そしてもちろん琉球フロックスの発表も。未来を作る琉球フロックス15年の歩み、最終回の今日はリープデイの様子をお伝えします。今月17日に行われた学生の発表、全国から15組が参加し、それぞれが社会の課題解決のためプレゼンテーションを行いました。琉球フロックスからは選抜された2組が出場。崎浜さんと普天間さんは福島フロックスの関根さんと組んで子育て支援のサービスを提案しました。本番前、緊張した面持ちで練習を繰り返します。いよいよ本番。 Children are very important, but we also think parents are important too. So our service provided with the purpose of getting rest. This makes it easy to ask for helpAfter giving birth, our service is called ゆいどころ。充実感の一方、悔しさも残ったといいます。私たちの今まで作ってきた半年のサービスの思いみたいなのが伝わればいいなって思ってます。伝わったかなみたいな。ちょっと間違いもちょっとあって、もっと強調するところだったり、そういうところももっと強弱もつけれたから、悔しいです。これからも頑張ります。沖縄高専2年の大峰さん、一人でサービスの提案までこぎつけました。提案したのは絵を描いてそれが音楽に変わるというサービス。Dreaming Canvas. My goal is to establish a trend of art and music.And I create a new entertainment. 素晴らしかったです。本当にすごい感動しています。想像以上の評価でした。大峰さんは実際のサービスにつなげていきたいと考えています。本番スムーズに一番うまくいけたんじゃないかなって思って、今すごい清々しい気分ですね。終わったばっかりですけど、実際にこれをでさらにバージョン上げて本当に絵から音楽が生まれるような形に持っていけたらいいなと思っていて、ビジネス展開にしろ自分の今後の資金将来的に絵と音楽の分野については一生かけてやっていくつもりであります。 Thank you for listening. 琉球フロックス15年の歩み、これからも未来を作るため大会を目指し歩み続けていきます。